関宿は東海道53次の江戸から47番目の宿場町です。江戸時代の後期から明治時代にかけて建てられた町屋が200棟以上も現存し、国の重要伝統的建造物保存地区にも選定され、古い町並みが保存されています。旧東海道の宿場町関宿の玄関口にあたる東大岩家の鳥居の建て替えは20年に一度行われる伝統行事です。この要材は伊勢神宮内宮正殿の棟持柱で20年、内宮宇治橋東爪の鳥居に20年、さらに関宿で20年間と旅人を迎える役割を担います。建物は江戸時代の参勤交代の大名行列を上から見下ろすのは失礼と2階は低く建ててありますが、明治昭和になるとだんだんと高くなっております。ないと置いてくれるのに、ね、なあこんな僕の家ばっかりのんじゃな、みんなせえけどな、よそから来る人は親切や。さすが本の柱は地元産のヒノキで作った宝永社2台に乗せ、横長の笠木と抜きはトラックに乗せて、音頭取りの宝永歌に続けて「ようさじゃえんや」と声を出し、江戸の風情が残る町並みをゆっくりと進んでいきます。なんだ、よかった。おいせまいえり。おいわけに。53次の鳥居
現在の場所に建てられたのは江戸時代聖徳元年1711年と言われています。明治2年1869年以降、伊勢神宮内宮宇治橋の鳥居の旧材をもらい受けて住民総出の置き引きが行われ建て替えられました。置き引きから3日目、譲り受けた御用材は東大井脇の立派な鳥居としてよみがえりました。これからの20年、関宿を訪れる多くの人を出迎えていくでしょう。